ロード第10節2戦目福岡。打席には3番バッター山田。まあホークスバッテリーとしてはまあリードしてるんで、初球打ちレフトライナー掴んで、これで2アウトです。2塁転送はアウト、ダブルプレー。打順はトップに返って山田。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。レフトに大きな打球、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、ホークス1点追加します。レフト、2番バッター青木。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。2球目打ちました、ヒットになった。ツーアウトランナー1塁、今日は見事な完封で白星を挙げました。